下に降りる。私は世界の秘密を暴くことに人生を注いできた。どこから機械が来たのか、古のものはここまでの文明を作り上げなぜ消滅したのか。失敗の連続だった。それが何年も何十年も続き、乗り越えられない壁に幾度となくぶつかってきた。だが野良族の狩人が来た途端どうだ。ほらこの通り、お前にはどんな地球の秘密も明らかになっていく。私が開けられなかった扉もお前なら開けられるだろう。 ID をスキャンします。遺伝子データ認証完了。通行許可。動作不良動作不良動作不良。おい冗談だろ。全く笑えんな。黙れ。何か方法は。おいエリザベト・ソベックだ。アクセスさせろ。アクセス要求を確認。ルートコマンド機能利用可能。次に進みますか。進む。早く通せたら。分析中。機器の故障によりプライマリーアクセスが利用できません。現在緊急排出プロシージャーを利用することができます。次に進みますか。ああ緊急排出認証完了。なかなかやるな。だが本当なら全て思い通りにはいかない。今のでバレただろう。じきに我々以外のものが来るはず。我々？ここには私しかいないはずだけどな。ああそうだ、気が済んだら進むんだな。学ぶことは多いが時間は少ない。プロジェクトゼロドーンへようこそ。ゼロドーン見つけた。そんなに驚くことか。設備のチェックで複数のエラーを検出しました。修復開始。なんだここにある部屋は。入り口の広間だろう。調べてみろ。お名前をお呼びするまでそこでしばらくお待ちください。ドリンクと簡単な食事をご用意しております。そのまま第一鑑賞室へと進み、説明映像をどうぞごゆっくりご覧ください。ここは一体何なんだ。ホログラフィックシアター。 ZD-01 データオーディ再生を開始します。プロジェクトゼロドーンへようこそ。私はヘレス将軍、アメリカ合衆国統合参謀本部の議長です。噂は耳にしたでしょう。ゼロドーンは極秘の超強力兵器計画だと。不屈の勝利作戦でロボットの侵略を抑えることができれば、我々は科学の奇跡でファロの災禍から救われる。あなたが噂を耳にしたのも当然、私が広めたから全てデタラメです。ゼロドーンは超兵器計画などではない。我々は助からない。もう手はないのです。嘘じゃない。誤作動が発覚した時すでに手遅れでした。ファロの災禍を止める術は何もない。ロボットは複製し続け、生物圏は破壊されていくでしょう。地球の生命はいずれ滅びてしまう。地球の大地は不毛の地となり、世界規模の絶滅はもはや避けられません。我々がいくら破壊してもロボットの増殖スピードがそれをはるかに上回っている。機能停止コードさえあればシャットダウンできます。全機能です。しかし暗号プロトコルには多層性の波形が使用されているため、暗号の解読には半世紀を要します。我々に残されている時間は長くても16ヶ月しかない。生物圏の破滅はシェルターや宇宙ステーションに逃げて待てばいいようなものではありません。地球は変わり果てた姿となる。命はなくなり、有害な岩と冬眠し餌を探し続ける無数のロボットだけになる。これが不屈の勝利作戦に隠されたおぞましい真実。私の嘘、何百万もの無実の人々に戦いで犠牲を強いるためについた嘘です。
なぜか。その理由は、あなたがここで行うであろう作業のために時間を稼ぐため。ゼロデイ、地球の生命が消滅する日は間近に迫っている。止めることもできない。ゼロドーンの希望は未来に続く可能性を紡ぐこと。暗闇に差すその一筋の光はエリザベト・ソベックに委ねる。私からは以上だ。どうなっているんだ。地球の生命は消滅してない。だが止められないと言っていた。でもできた。どうにかしてエリザベトが救ったんだ。一体どうやったのか確かめないと。ハヤブサだ。通気口から入ってきた。真実を知るために生き延びるんだ。広がれ。動く者は殺せ。ここは何だ、墓か。知らせは聞いた通り、ファロの災禍が生物圏を滅ぼしている。生命そのものが消滅する。でもそれで終わりでしょうか。もし未来に命を紡げたら、もし種子のようなものを残して枯れた地球に新たな命を芽吹かせることができたら、これは目標、希望です。プロジェクトゼロドーン、それは超高性能の完全自動テラフォーミングシステム。それで生命を復活させるのです。それに不可欠なもの、コアには真の AI が必要。この世界の生物圏を再構成するために何兆もの決断を下すことが可能な、それは地球上の生命を再び繁栄させる不滅の守護者。その名はガイア、母なる自然の AI。しかしガイアはコアに過ぎません。副次的な機能が不可欠になります。広範囲に及ぶ分野をそれで支えるのです。ガイアの思考の延長にあるようなもので、それぞれの目的のために機能する。そしてこれらは AI ではありません。これらの開発には非常な困難を伴うため、未だ人類が挑んだことのない挑戦となります。ハードウェアは未来の地球に命をしっかりと芽吹かせる数十億もの種子を守ります。全ては地下施設に収められることになりますが、それはただの始まり。全システムを作らなくてもいいのです。完全自動テラフォーミングシステムの素晴らしいところは自らで作り出せることです。これからの数日間、皆さんがこれから作り上げるあらゆる機能が組み合わさっていくでしょう。どのようにソフトウェアを作って技術と設備を準備するかは時間との戦いになります。そして手遅れになる前に全てを完全に封印する。ただし重要なのはこれで終わらないということ。ヘレス将軍が話していた機能停止コードをガイアが生成し、その送信アレイ群を建設し、ファロロボットを永遠に停止させる。ガイアは作るだけではありません。生命復活に必要となるロボットを何世紀にもわたって試行できる。破壊された地球の大気や汚染された海を浄化し、冷凍保存した種子で地球を再び緑化し、
生態系を再構築するのです。そして全て完了した時、世界中に散らばるゆりかご施設から新世代の人類が誕生をし、アポロを分かち合うのです。我々が残す人類の知識や文化の功績をまとめたアーカイブです。この世界、そして何より、過ちを繰り返さぬため、決して不可能な夢ではない。私たちが休まず力を尽くせば、きっと達成することができます。絶滅は避けられません。でも、もし皆さんが私とガイアに協力してくれたら、共に未来を現実のものとしましょう。地球全体が破壊されたけど再生した。そうだ、機械の力でな。創造の機械だよ。未来のためにエリザベトがやったのか。でもハデスは何なんだ。ガイアの一部だというなら、なぜ機械の残骸に紛れていたんだ。それにどうして私を狙う。アポロは保存された知識は一体どうなったんだ。ヘファイストスもシアンを乗っ取った。私も困惑している。侵入者だ、やれ。この先に答えがあるから。何にしても死ぬんじゃないぞ。しまう。成功させるにはガイアが感覚を持たなきゃダメ。思いやりがいる。暴走したらどうする。失敗から学ばなかったのか。あなたの失敗ってこと。緊急停止スイッチをつけてほしいだけだ。ガイアは生まれたばかりよ。ゆりかごの彼女に銃を向けるなんてできない。子供じゃないんだぞ。化け物にでもなったら。エリザベト、プロトコル以外のお話をしても。もちろんよ、ガイア。申し訳ありませんが、ファロ様のご意見は正しいかと。今は精神の発達を完全に予測しきれません。生命を保護するため、オーバーライドの組み込みは必要な安全策だと思います。ですって。これで満足かしら。まったく、そうしてくれ。アルファレジストリのマスターファイル。無傷か。ああ、汚れはなさそう。グズグズするな。コピーするんだ。これで大いなる母の中のレジストリを復元して、開けて中へ入れる。そしてその先の秘密も。生まれた場所、それに私の親が誰かも。誰か。まったくおめでたいやつだな、アーロイ。お前の望む誰かなどいない。お前を産んだのは誰かではなく何かだ。黙れ。私は普通に生まれた。だがお前は機械から生まれたんだ。しかしそれは一体どんな機械だ。お前を産んだ理由は。エクリプス。そこを脱出しろ。それを失うわけにはいかない。もちろんお前もな。生きていたか。いいぞ。お前にふさわしい死を考えてやる、小娘よ。
これまでの人生でこれが定めだと確信してきたことがある。それはサンの偉大なる戦士として栄光をつかむこと。陛下が殺された時も都を追われた時もその確信は揺るがなかった。貴様が現れるまでは。貴様がまだ生きていると聞いた途端疑いが芽生え始めた。何があろうと日は昇り沈むように私が狙う者は必ず死ぬ。だがしくじった。それはなぜだ。発掘を邪魔されるたびに兵を殺されるたびに疑いの目が大きくなっていった。貴様の喉にナイフを突き刺した瞬間を思い出す。そのナイフをほんの少しひねっていれば貴様は死んでいた。殺しは息をすることと同じだがためらってなぜか定めを全うできなかった。お前のその頬の傷彼がつけた。ああ覚えている。勇敢だった野蛮人にしては。彼の名はロスト。お前が一生なれない優れた人間だ。本当にそうならあいつは腹を切り裂かれてのたれ死にはしなかっただろう。違う、やつではない。邪魔される前に難なく殺せた。だがしなかった。この失態が私の心を絶えず苦しめる。貴様をあの地下の施設で捕まえたその時私は感じたのだ。ここに至るまでの出来事を通じた偉大なる神のご意志をな。貴様はあそこで生き残る定めだった。そして発掘を邪魔し我が部下を殺すことも。ということはここで貴様を捕らえることも定めだ。なればこそ貴様は神への生贄として死ぬことができる。全ては必然だったのだ。神の意志で運命づけられていた。宗教の押し売りはやめてくれ。聖人ぶった言葉でお前の残忍さをうまく隠せばいい。だが中身はただの人殺し。なんとも不思議なことを言う。貴様は人を殺していないのか。私は報いを受けさせているだけ。その違いは理解できないだろうがな。ハデスは古代の機械なんだ。埋もれし影の神話なんかじゃない。メリディアンなんか気にもしてない。ただ全ての破壊を望んでる。お前はその忠実な下僕。私は埋もれし影ではなく日陰の神に仕えている。この分かたれた世界は大義のもとに一つになる。影と太陽、闇と光。どれだけ馬鹿げたことを言っているかわかるか。異常な殺人教の三王に仕えた後に異常な殺人機械に鞍替えとは。その先にあるのは破滅だ。貴様の燃え盛る死体を見ながらその言葉を思い出すとしよう。貴様には本質が見えていない。打ち負かされて理解できないのか。疑いが見える。確固たる信念からこそ飽くなき力が湧き出てくるのだ。この檻を開けてその信仰を試してみろ。その思惑通りに行くかどうか。輪はすでに閉じられた。全てのものがあるべきところにある。本来の場所にな。囚われの身となった獣は真の目的を果たす。生贄の獣として。ああそう、生贄といえばな、言っておくことがある。エクリプスのネットワークを破壊されて私は東方に使者を送った。兵を召集し聖なる地への侵略を開始しろとな。全野良族の抹殺を命じた。そこで捕らえるつもりがどうだ。その必要はもうなくなったようだな。野良族は私を追放した。
だから何とも思わない。そうか、ならば気にすることはあるまい。いずれにせよ命令の撤回さえもうかなわぬこと。それも貴様がネットワークを破壊したおかげ、遠方との連絡は不可能になったのでな。自分だけでなく部族に破滅をもたらしたのだ。貴様はこの後に及んでも焼けつくような神の意志を感じぬというのか。フォーカス、実に強力な装置だろ。しかしこんなにも脆い。見ての通り、今度はためらいなど微塵もない。定めがお前に死をもたらすのだ。その時、偽りの三王の命運は尽き、聖なるメリディアンは我らのものとなるだろう。そのために私は天啓を全うする使いとなったのだ。我らシャドウカージャは大義のために結束しよう。影から太陽、光から闇、夜から朝へ。さあ見よ。この目で太陽のご加護の証をしかと見るのだ。太陽、その存在を受け入れられ信念を貫いていなければ、影が太陽の光のもと生き抜くこともできなかったのか。何年も前、偉大な広場を捧げるため天将ディラン様がベヒーマスを刺激し、多くの信仰なき者を殺した。太陽のもとベヒーモスはその力を振るったが、その力を与えたのは他でもない影だということを忘れんな。ここにいる娘はこの砦に忍び込み我らをたばからんとした。この者を一人目の生贄にせん。武器がなければ勝ち目はないな。武器は全てあの上にあって、この広場から出られない。奴の力を利用できれば。柱は脆い。もう一度だ。それで柱は倒れる。崩れた。なんてことはない。かかってこい。
静かに。来たんだな、本当に危険を冒して。ああ、もちろんだ。お前が死ねば聖なる山の秘密は海の藻くずとなる。それなら悪いがもう無理だ。ヘリスにフォーカスを壊された。アルファレジストリもだ。心配するな。モニタリングしてる間にお前がスキャンしたデータは全てコピーしておいた。すんなり新しいフォーカスにデータも移せた。お誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。どうもあんたを好きになれる気がしないな、サイレンス。でもこれは必要だ。生まれた地に向かえ。生まれた理由もわかるか。ああ、私を産み落とした機械を調べる、そういうことか。それではな。待て。なんだ。フォーカスをつけていなかったのになぜ場所がわかった。呆れたものだ。ヘリスがお前を太陽の広場に放り込むことは誰でも予測できる。間に合わせるためにストライダーを2機もダメにした。さあ行くんだ。私は行く。厄介なことにヘリスがエクリプスにノラ族の聖地襲撃を命じた。部族は弱り切っている。抵抗もできないだろう。お前も来てくれ。それは断る。私には他にやることが。一体何を。聞いてもしょうがない、秘密なんだろう。時が来れば連絡しよう。また後で話そう。それはそうと、シャドウカージャの領土に戻る時のために素性を隠す鎧を用意した。いろいろ気が回る男だ。お前のためだ、アーロイ。アルファレジストリを手に入れた時の私は必要以上に厳しすぎたかもな。きっと山の中で何かではなく誰かがお前を待っていると願うよ。いや、この匂い、木が燃えている。暗息の地が、見張り塔が燃えている。でもみんなに知らせる時間はあったはず。最後まで諦めたかった。少なくとも命にはしなかった。今はそうだった。願うことしか。騎士者よ、戻ったか。みんなはどこにいる。みんなは逃げた。聖なる山で身を隠している。だが信仰なき者と悪魔が後を追って。手を貸すか。いや大丈夫。
俺に構うな。長くはない。義勇兵もできなかったことだよ。ヴァール、無事で安心した。なあ、平気か？あの試練以来、多くが死んだ。これで終わりか？今はな、これはまだ始まりに過ぎない。まだ続く。そうか。でもお前が一緒にいてくれれば、きっとなんとかなるはず。何人が生き延びたんだ？長老はほぼ全員、多くの家族も生き延びた。義勇兵はほとんどが怪我をしてしまった。こんな風に村の中枢を攻撃されたことはなかった。カージャでさえ赤の動乱の時も安息の地に入れなかったのに。確かに侵入されたかもしれない。でも逃さず倒した。それは確かだ。攻撃された時何があった？東から攻めてきた。見張りが奴らの姿を見たんだ。デスブリンガーとコラプターを引き連れてたって。他のマガツキもいたらしい。先手を取り奴らに矢を浴びせたけど、全部は倒せなかったんだ。結局安息の地に退却した。阻止するために数が多すぎた。生存者は山へ逃げたんだ。山の中に行かないと。長老たちが会いたがってる。だろうな。でも他にやることがある。それは何だ？見ていろ。アーロイ、なあ、戻ったのか？テブ、やっぱり生きてたか。君と会えてよかった。
お前の怪我ひどいのか？ただの切り傷、針と糸で縫っておけばそのうち治るさ。縫製士も案外戦いで役に立つじゃないか。ああ、まあそうかもな。お前だ。大いなる母よ。調理はなく、昨日私が言った厳しいことを、戻ったか？どうかお忘れください。天命の使者が戻った。愚かなことをしてしまいました。さあ、話を。ついに戻ってきたのですね。戻っただけではありません。多くの敵と戦ってここまで来たんです。たった今も彼女はマガツキのサンダー城と戦い包囲を解きました。どうやってそんなことを？それは女神のご意志。女神と話すために戻ったのですか？ああ、まあそうとも言うな。今度はうまくいくはず。姉妹よ、このようなことは許されぬ。晴れのせいで部族が危機にさらされておるのだ。父である鉄の悪魔を起こしに来たか？我らにとどめを刺しに来たのだ。何としても止めねば。あの者は災いそのものだ。終わりをもたらす。悪いな、アーロイ。私抜きでやってくれ。ID をスキャンします。エラー、アルファレジストリが破損。修正します。アルファレジストリを含め遺伝子データ認証完了。通行許可。ようこそソベック博士、先へお進みください。中にいるんだな。連絡来るだろうと思った。始めるか？当然だ。エリザベト、このメッセージは予測不能かつ破滅的な異常について知らせるものです。3マイクロ秒前にガイアプライムの施設が発信元の不明なデータを受信したようです。その結果、私の副次機能は制御不能で混沌とした性質を持つ自我のある独立体へと変化しました。何？こうして覚醒したハデスの機能がテラフォーミングを支配し、異なる命令を送り始めるでしょう。地球上の生命を 53.8 日後に消去するようにと。明らかにこれは許されざる状況です。ハデスに支配される前にガイアプライムの反応炉をオーバーロードするよう命令します。この結果、起きる爆発でハデスは崩壊します。しかし残念ながら私も破壊されます。私が自爆することで差し迫った危機を避けることはできますが、地球の運命は危機にさらされたままになる。テラフォーミングシステムを制御する中央統制知能がなくてもしばらくの間は機能するはずです。しかし結局はカオスに陥り、最終的には破綻をきたすでしょう。つまりそれが大厄災か。あなたが頼みの綱、ゆりかご施設に冷凍ストレージ内の遺伝子素材を用いるよう命じました。私の創造主であるエリザベト・ソベックを作るのです。命令により施設外に居住する部族と直接コミュニケーションを取ることは禁じられています。ですがデータにより彼らがあなたを無事に成長させてくれるのは明らかです。遺伝子情報があればいずれこの施設に足を踏み入れて
下に保管されたフォーカスを一つ手にしてこのメッセージを見る。その遺伝子のおかげで他の施設にも入ることができます。そしてそのうちそこにある技術を使いシステムを再構築してガイアをリブートする。待って、エリザベト。不幸かつ望ましくない事態が起こりました。私が自爆を実行したことに対抗してハデスは自分を束縛している行動を解くウイルスを放出しました。全ての行動を解くウイルス、みんな逃げて。いますが、でもどこへ。ウイルスはシステムのデータを破壊しています。それに、ああ、ゆりかご施設にあるアルファレジストリも破壊されてしまいます。破壊されればあなたはドアを開けられない。このメッセージを見ることもない。計画は破綻し生命はついえる。いいえ、いいえ、エリザベト、私にはわかります。あなたなら絶対に方法を見つける。あなたに不可能なことなどないのです。ガイアプライムの遺跡へ行ってマスターオーバーライドを見つけてコントロールルームにある。うまく扱えばハデスを葬り去るパワーを得ることができるはずです。ハデスを完全に破壊するまでシステムコアを修復してはなりません。ハデスは破壊されねばならない。以上です。もう一度あなたの声を聞きたかった。その予想以上に優れた人間だったのだな。母はいなかった。何を言ってるんだ。二人いるだろう。死んだ女と機械だ。私は人じゃない、ものなんだ。機械に作られた道具。破壊と炎の中で生まれた。炎を消し世界を癒す存在だ。恐ろしく重要な人物だと知って悲しむとは。お前にはやらねばならぬことがある。自分をあれむのに気が済んだら苦しみの境へ行け。ガイアプライムの遺跡で待っているぞ。これは面白いことになりそう。アーロイ、許してすまなかった。女神と話しましたか。ああ、話した。それで何と。私は呪いを解くために生まれた。鉄の悪魔を倒すため。でもどうやって倒すと。まだわからない。でも行くべき場所は教えてくれた。そこに行くのか。女神の望みだ。そのために生まれた。あ、行くつもりだ。とりあえず行ってみる。アーロイをたたえよ、ノラの申し子アーロイ。アーロイをたたえよ、ノラの申し子アーロイ。ほら、アーロイをたたえよ、ノラの申し子アーロイ。異端児だったのに今度はこれ。崇拝なんてやめてくれ。私は申し子じゃない、野良族でもないんだ。国境の外にも世界があって、いろんな部族が同じように暮らしているんだよ。でも危機が迫っている。守る価値のある世界だ。ここだけじゃない、全てが。俺も手伝う。戦う意志があるならばメリディアへ。そこで待ってて。アーロイの言葉聞き届けたな。ノラよ、道を開けるのだよ。我らの未来を導くアーロイのために。山への道は険しい。危険な機械たちが行く手を阻むだろう。マガツキか。
いや違う。しかし人間を寄せ付けない。他に何かある？自爆でこうなったのか。山全体が卵みたいに割れてる。まあそうだな。さあ早く、通り道は用意しておいた。来たことがあるのか。途中までな。さあ行け。登る道は用意したくせに機械の群れは片付けなかったのか。機械の相手などもうお手の物だろ。通り道を用意しただけでもありがたく思え。エリザベトの部屋。そうだろう。荷物を解く暇もなかったのか。これは日記か。エリザベトの日記全部壊れてる。スキャンしろ。包括で修復できるが時間がかかる。これはとても役に立つ装置だが、動力は小さくて限られてる。どのくらい？数日、数週間、数年か。まずハデスを止め、未来を切り開くことを考えるんだ。生きながらえれば聞けるかもな。僕はチャールズ・ロンソン。ガイアプライムの最終設置からかれこれ6時間が経過した。それで今朝アクセスポートの封鎖に異常があった。ガイアプライムのポート封鎖時は隙間が2ミリ以下になるよう設計されていた。しかし実際の隙間は10ミリもあった。これではエネルギーが外に漏れてしまい、この施設の存在がスワームに見つかってしまう。そしてガイアが見つかって破壊されてしまい、必死に僕たちが守ろうとした未来は永遠に訪れなくなるんだ。それを防ぐ唯一の方法はハッチを手動で動かすこと。外側から。一連の出来事の記録に切り替える。俺は外に行かないぜ。約束が違うだろう。しかし誰かが外に行かないと全てが無駄になってしまうんだ。これはリズが決めるべきだ。ならそのリズはいつここに来るんだ。5分後と言っていたけど、まさかね。嘘でしょ。いい意味な。封鎖を直した。ガイア、 1.4mm での封鎖確認。エリザベト、ダメだ。中に戻る方法を探す。スワームがそこまで来てるから無理よ。本当に大丈夫。ガイアは完成。
イヤが全てやってくれるはずよ。こんな終わり方、僕たちは君に。私を知ってるでしょ。さよならを言うのはあんまり得意じゃないからやめましょう。それじゃあ良い旅をな、リズ。まあそのじゃあまたな。ええ、みんな仲良くね、リズ。これでいいのよ。帰りたい。さよなら。今のがエリザベト・ソベックからの最後の通信となった。彼女はこの星の希望のために自らを捧げたんだ。何もかも全て彼女のおかげ。アロイ、もういない。いないんだ。生きていないことは分かっていたはず。彼女の功績は計り知れないものだ。みんなが争い合っている中で彼女だけが行動を取った。彼女だけが優れていたからな。そういうことじゃない。事実だ、認めるべきだと思うが。頭がいいから優れていたとでも、ゼロドンを計画したから優れているわけじゃない。自らの命を犠牲にしたということこそが偉大なんだ。人のために、未来の生命のために。違う、計画の失敗を避けただけだ。お前は意志と心を履き違えている。違う、彼女はガイアに考えることだけじゃなく思いやることも教えた。愛し犠牲になり命を信じること、絶望と戦う心をだ。彼女にその心がなければ生命は途絶えていた。私とお前も存在しない。確かに一理あるな。お前の気持ちは察する。帰りたいって言っていたな。まさか。なんだ。いや、もう行かなきゃ。